はい、朝7時2分、やっと仕掛けてきました。10時天秤ミニですね。で、1本目の沢だけやっと仕掛けがつくセットできて、これ置き沢にしといて2本目の沢の準備しますね。あ、そっか、棚も測んなくちゃね。はい、いやー、ワクワクするね。はい、2本目の竿も準備できました。2本目の竿は7時9分、1本目は7時2分でしたね。はい、にスタートです。あ、かかってた、バラしちゃった、バカです。こんな横着のやり方するからだ。ちっちゃ。あ、でも綺麗。釣れましたー。ですね、1匹目。カチン。7時14分、1匹目釣れました。とりあえず7時14分に1匹目が釣れまして、引き続き行きますね。釣り人がだんだん増えてきて、1,2,3,4,5,6,7、私入れて7人になりました。当たってる、当たってる、よっしゃ。はい、7時18分、まだ小さいけど、まあ、ハゼちゃんです。2匹目。さっきからそこに引っかかるって言ってたじゃないですか。それって何かってのか、原因が分かりました。貝に食われてます。貝が釣れました。逃がします、ぽい。向こうが釣れてる。やばい。釣れなくなった。7時22分。ちょっとアッパーカット気味ですけど。やったー。大きさ測ってみますね。測ってみましょう。ちょっと待って。いいよ。太い。あ、でも、12.5 センチです。へぇ、12.5 センチでこんなでっかいんだね。よいしょ。でかいのもいます。12.5 センチ。ちょっとすごく浅い方を調べに行ってきます。マイクだけついてるから喋りながらやりますね。4匹目。4匹目って思ったんですけど、なんか筋がいっぱいあるやつだから、これはちょっとカウントしませんね。はい、とりあえず、マハゼ的には4匹目が釣れて、もう一回浅い方行ってきます。7時45分、5匹目なんですけど、ちっちゃいので放流します。いやー、12.5 センチは良かったですね。餌つけるのにすごい時間かかるんだわ。よいしょ。のんびりね、こうのんびり。おお、逃げる。めちゃくちゃ元気なんですよ。青い染めが。これ頭だな。
心してつけないと。カメラのとこまで来る直前で落ちた。はい、釣ってきました。浅いとこやっぱり釣れます。よいしょ、今5匹目もで、こっち側に置いてある竿を見たら、うん、同じ時間ですね。まだちっちゃいからこれも放流します。言い方が悪かった。6匹目放流します。わざわざ向こうの方まで行ってきたのに、入れた瞬間にダボが食いました。これはカウントしません。はい、ちょっとあっちに第二拠点作ってバケツの入れて規格外のちっちゃいのが3匹釣れました。現在8時26分あれ？そうか、さっきそこ切ったからだな、タナはな。竿が短いからそこ切っちゃうんだな。今満潮だから、これからはだんだん浅くなってくるの。あ、でも、移動しようか。なんか帰った人がいたので、今人が釣ってたところの後なんか釣れるわけないよ。でも、ここに行っても釣れる気がしないので、移動した先にアウトガイが釣れます。お願いします。さっきすっかり録画するの忘れちゃったんですけど、ハゼで10匹目が釣れて、さらにハゼで、小さいけど、ダブルで11匹目、12匹目、釣れました。11匹目、12匹目。はい。いや、小さいの分かるとすぐ逃がしますね。でも一応、ハゼ13匹目。はい、久しぶりにノーカウントくんが釣れました。これすら釣れなかったからな、しばらく、うん、こんな感じです。